に始まりました。コルネハイスペシャルマッチ。あまたの強敵を切り抜けた実力派カップルに対するは、あまたの強敵を誇りし悪魔の家。一体勝つのはどちらなのか。熱い戦いを見せてくれ。ヘルハウス、これは苦しそうだ。早速弱点を見抜かれてしまったか。ヒントはあの色、痛恨の設計ミスとしか言いようがありません。窓から飛び出す。おーっと、ヘルハウス、動きが完全に止まったか。うったくに陥る勢いで攻め立てる、クラウド&エアリスティン。待て。案外やっけなかったね。いや、これからだ。なんだこれは。何？来るぞ。温かな我が家がいたとおり、ついに人食い屋敷インザハウス。行け。集中していく。本当を表したヘルハウスにどう挑む。クラウド&エアリー。オープンザドア。2人をホームパーティーへご招待で。うるわしいカップルを引き裂く椅子の雨。番狂わせの一番に差し荒れ模様です。さあ、どう切り抜ける。神の愛を試さんと容赦なく神が降り捧げ、激しく燃え盛り、後には何も残しません。頼れる可愛いパート。
では空気けない。ヘルハウス再び防御を固めます。いつがリング一面を覆い尽くす。流れ弾もとい流れにご注意。遊んでやれ。ご覧ください、天より舞い降りるキュートなぬいぐるみたち。かわいい見た目と裏腹にこの一撃は強力だ。さあどうなる、どうなる。これは痛い。バリアなんて興味ないね。クラウド戦士のつぶやきが聞こえてくるようだ。クールすぎていけすかない。下がってみよう。隙をつく。烈な攻撃も何のその、鉄壁の守りが再びタップラを追い詰める。まさに完全無欠のセキュリティ。最強カップルはこの壁にどう立ち向かうのか。眩しいね。ヘルハウスダウン。こうなっても手も足も出ません。見せろ。まさしても立ちはだかる壁。これは逃げ場がありません。暴れ狂う。いいえ、まさに恐怖でしかありません。届け。
邪気の生還だ。しかしこのダメージは大きい。覚悟はいい。この行け。このままゴリ押すつもりでしょうか。あぶり出す。決めらん。再びのバリア展開。なかなか攻めきれません。持てる力を外敵排除に全振りだ。
みのバリア展開。なかなか攻めきれません。珍しいね、あんたが目をつけるなんて。気になるのかい？